さあ、私は今東北本線と烏山線の分岐駅、豊作寺駅に来ております。さあ、それでは駅の中入っていきます。駅の案内図を見てるんですけれども、ここですね、今この駅前にちょっくら広場というのがありまして、これがこちらになります。はい、駅の周りはこんな感じになっております。
さあ、ここが終点烏山駅になります。今放射九十行きの電車30分後ぐらいかな、発車するみたいなんですけれども、それが今駅に止まっています。なんかこの烏山線の車両がなんか特殊な車両なのかな、あ、充電してるのか。そうですね、なんかよくあるディーゼルとか電車じゃなくて、このようにですね、わかりますかね、上に架線が通っていて、烏山駅だけこの駅より向こうは、架線が通っていない状況ですね。で、反対側になんかあんのかな、あれ、発電施設みたいなのが、これかな。ここから架線がつながって